工事中の様子、ラザオーク外ふたばは、山梨県海市にある、ユニーカ式会社が管理、運営するモール型ショッピングセンターである。甲府都市圏では1990年代より、郊外型ショッピングセンターが多く開業しているが、甲府市西部の国道20号沿いは、大型商業施設の空白地帯である。また、2004年に竜王町などの山頂が、 合併市街市が誕生したことから、竜王駅改築とともに、目玉となる大型商業施設の誘致を行ったところ、大手総合スーパーであるユニーが名乗りを上げ、国道20号双葉バイパスと、国道52号合成道路の交点である、相田道交差点の南西側に建設することが、決定し、着工された。当初4万平方メートル前後の店舗面積で、 計画されていたが、甲府市市街地への影響を危惧した山梨県からの要請により2割減に縮小されている。また、山梨県内のユニー系列の店舗は、アピタタトミ店とアピタイサワ店にあるが、いずれもアピタ単体店であり、モール型 SC 業態であるウォークとしては、初となる。名称の由来は、ラララの、ラと、地元旧双葉町の町花アザレアの、 座で、ラザーオークと名付けられ、コンセプトは、あなたの暮らしと夢をちょっとお手伝いであり、キーワードは、ラザーオークで、ラララ生活。顧客の快適生活実現を目指すとしている。お船石古墳順調であれば2009年2月28日に、開業予定であったが、国道20号に面した、敷地北側の一角には、敷地内には、 お船石古墳を含むママ解析遺跡が存在していたため、事前の発掘調査などで工事が若干遅れた。お船石古墳の存在は古くから知られており、発掘調査では馬主が出土している。現在は敷地一角に史跡整備されている。2009年4月25日に山梨県内初のモール型ショッピングセンターとしてオープンした。ただし、 地元双葉住民にのみ、4月23日と4月24日に、事前公開をした。各店舗である、アピタ双葉店を中心とした、専門店と飲食店が入居する、モールアピタ棟と、ゲームセンターが入居する、アミューズメント棟に分かれており、それぞれ専用の駐車場がある。モールアピタ棟は3階建てで屋上ありで、アピタの他用途に合わせ9つのゾーンに分かれている。 アピタ双葉店は、モールアピタ棟の東側に位置している。アピタフロア内に入る、専門店も、ラザウォーク外双葉の専門店数に数えられており、これは、他のウォークでは見られない形態となっている。また、2010年にリニューアルによって、アピタ2階スペースが縮小され、ユニクロが入居した。なお、アピタ双葉店単体の店舗面積は8305平方メートルとなっており、 アピタ店の中では小型の部類に入るアピタ双葉店に関するカテゴリーありがとうございます。